コップ一杯ぐらいだよ普通女の子は。それめっちゃ美味しい。美味しい、うん。ちょっとなんかこう引くもある、なんかこうクッションとか置いていい？置いていいよ。クッションもやばいね、これなんかこれ綺麗な布みたいなここあるよ、なんかここ。え、じゃあバスタオル引けば。バスタオルいい？ちょっとバスタオル借りるね、ちょっとここ引かしてもらうね。ちょっと下が汚れてるからごめんね。これだってす、これさ、灰皿こぼしたらちょっと絶対ノアちゃん、これ絶対灰皿こぼしたでしょ、ノアちゃん。これ絶対灰皿こぼしたよ、これノアちゃん。ちょっとこれカレンちゃん超えたな、これ絶対。火じゃないよカレンちゃん。なんかこれちょっと引くね、汚いから。ちょっと引かしてもらうよ、色が汚いから。じゃあ食べようじゃん、ステーキソースかけたし。これはバターがなんて、焼き肉のタレ、芳醇。これ美味しいの、これいつの、これノアちゃん。何今、何年、今これ買ってきたやつ、買ってきたやつ。あ、大丈夫か、びっくりした。俺2010何年かな、びっくりした。大丈夫大丈夫、大丈夫だ、ちょっとセーフだ。ごめんね、ノアちゃん、何でもなんか賞味期限切れてるとか言ってごめんね。あ、今ノアちゃんコメントしてくれる、皆さんもフォローお願いしますね。ノアちゃんコメントするから。どこ来る、ノアちゃん、どれ。もう流れた、流れちゃった。すごい流れてる。あ、フォローめっちゃ来てるじゃん。来ためっちゃ来てる。じゃあ食べよう、ののちゃん。いただきます、ありがとうね、作ってくれて。食べてください。作ってくれてありがとうね。じゃあお肉からいただこうね。ノアちゃん作ってくれました。これどこさんのお肉なの、これ。知らない、わかんない。国産かな、これアメリカかな、知らない。いただきます。なんか変な焦げ方してるね、このお肉。これさ、もしかしてフライパンの焦げついてない、これ。てんてんてんってなってんだけど、焦げが。ノアちゃん変なことしてる。お肉が焦げたんじゃなくて、フライパンの焦げがついてる、お肉に。じゃあそうかも。これ大丈夫なの？うん、食べてみて。大丈夫？これ分かんない。これお肉の焦げじゃないよ、これノアちゃん。これフライパンのなんか塗装がついてるよ、これ絶対。食べてみて。じゃあノアちゃん先食べてよ。じゃあスイジさん、じゃあノアちゃん先食べてよ。ノアちゃん先食べてよ。スイジさんに作ったからスイジさん、じゃあノアちゃん先食べてよ。だってこうお肉についてる焦げじゃないもん、これ。私タバコ吸ってるからせいじさん。あ、ちょっと待つわ。じゃあちょっとお肉が焦げた感じじゃないもん。だってこれフライパンのその焦げたやつがお肉についてるの絶対。ソースかな。いや、ソースじゃないね。ちょっと待つ、俺もちょっと、俺もタバコ吸うわ。いい？タバコ吸って。いいよ。俺アイコスだから。いいよ。いい？明らかにお肉にする焦げじゃないんだもん。だってフライパンのそのこ焦げ洗ってないんだよ、よく。多分爪で洗えてないんで、スポンジがゴシゴシできないでしょ、その爪だから。そうでしょ、絶対そうだよ、絶対そう。そうでしょ。そうなの？多分そう。洗ってないもん。だって洗ってる？フライパン洗ったよ。洗った？うん。
あれ鳥飼ってたの？え？鳥かごあるけど2つ。鳥かごじゃないよ、ハムスターだよ。ハムスター生きてんのあれ？生きてる。餌とかあげてる？うん。本当に？うん。何匹いんのあれ？一匹。なんで2個あんの、ハムスターのあの入れ物が？え、前まで3匹おったから。うん、で、2匹はあと死んだ。食べちゃったの？死んだ。死んだの、うん、なんで？寿命。寿命？本当に？うん、何年生きたの？3年。どうなのそれ、ハムスター3年ってどうなのそれ。ハムスター寿命3年から5年だよ。本当に大丈夫なのそれは。うん。餌とかあげてなかったんじゃないの？あ、そんなもんなの。そんなもんだよ。あ、まあまあ長生きしてる方なんだ。あ、そんなもん、割と長生き。で、一匹は残ってんのね。一匹残ってる。かわいい、やっぱり。で、犬が一番かわいい。かわいい。あ、犬がね。うん。あ、ちょっと笑っちゃう。初見ドンチキ、ありがとうございます。ありがとうございます。でもちょっとこれ掃除しなきゃダメだよ、のあちゃん。このままじゃダメだよ、やっぱり。何も思わない？思う、ちょっと。掃除してよ、誠司さんが。俺が？でも物捨てなきゃダメだよ、これ。あ、キングスターさん、どんちきありだす。のあちゃん、タバコ吸ったらちょっと食べてもらうか、先にお肉ね。掃除、これ相当時間かかるよ、これ。物捨てるの半端ないよ、これ。でもまたさ、俺が掃除しても絶対また汚すもんね。え、でも引っ越すときに捨てるから。本当に？引っ越し手伝ってくれる？誠司さん。まあまあ、いいよ。夏に引っ越すから。夏なの？うん。あ、塩よ、掃除、どんちき特命さんです。夏に引っ越すんだ。うん。業者呼んだ方がいいよ、これ。捨てれんの、これ全部。ちゃんと。え、ぬいぐるみ捨てたくない。カレンちゃんと一緒じゃん、それ。ぬいぐるみ捨てたくない。捨てなきゃダメだよ、これ。捨てたくない。あ、じゃあ食べて、お肉。焦げついてるでしょ？焦げついてない。ついてない？交換してじゃん、俺のってちょっと。いい？いい？ごめんね。交換して。ちょっと焦げついてないよ。めちゃくちゃ焦げついてる、なんか変なフライパンの。どう？硬い。硬いね。変なやつじゃないか。焦げなやつじゃないか。苦くない？苦いね。何年ぶり？お料理は。ちょっと硬いね。あと苦い。なんでだろうね。ちょっと苦いよ。硬いね。まだ噛むかい？あ、どんつきあざす。あ、強火だったから。キャリーハミチムさんだったっす。苦い。あ、特命さんです。肉あんまいらない。肉じゃない。あ、シンコとありがとう。巻物ありがとう。皆さん巻物くださいね。巻物、あとナイスボタンもお願いします。どう、スープは。どう？おいしい？おいしい？おいしくない？サラダおいしいよ。でもサラダ食べて、これ。これおいしいでしょって。もうサーモンのカルパッチョ、ノアパッチョ。
美味しい。美味しい？あ、これが一番美味しいだよ。サラダが。闇深い。爪がすごいね。それ生活しててそれ不便なことないの？ボタン閉めれない。どうすんのじゃあ、そういう時は。ボタンのある服着ない。確かに、チャックだ、チャック。ボタン閉められないんだ。ボタン閉めれへん。ああ、え、大阪弁だけど何、どこら辺住んでたの？大阪の。大阪の東淀川区。東淀川区。天才かよ、ドンチキあり出す。東淀川区だって。そんな逸材がいたんですよ。24歳だっけ？うん。逸材がいましたよ。あ、10倍あり出す。逸材がいました。あ、特命さんです。初見。ちょっと笑っちゃう。あれ、ほら、もう人気者だよ。もう。ほんまに？うん。ノアです。ちゃんと売名しないと。ノアです。あの、英語でノアです。NOA です。NOA。犬みたいの？犬もね、これ、あの、配信者だったら、あの、本当にみんな見てくれるから、かわいいっつって。飼ってんの得だからね。あ、キングスターさん、ドンチキ。これ配信者飼ってるとみんな見に来てくれるから、ワンちゃん出した方がいい。犬見て、うん、お名前も言ってちゃんと。竜だよ、竜だよって。竜だよ、応援するって。ほら天然っぽい。竜くんだっけ。竜くんオスだから。うん、しようよ掃除。どんつきーやるだす。掃除これしてもダメだよ。これすぐ汚れるもん絶対。あ、キングスターさん毎日配信してんの？毎日配信してない。ステーキ普段何やってんの？ね、うん、この間クビになったからね。この間からニート。キャバクラ。そう、うん、キャバクラで どういう風になっちゃったんだっけ。なんでクビになっちゃったの？パニック起こっちゃったの。どうなっちゃったの？パニックって、パニック障害だっけ。お客さんの前で、うん、まあ俺がお客さんとして接客してたの普通に。でわーってなっちゃって、うん、でなんか手震えて汗かいて、汗ぶわーかいて、そう、何も喋れなくなってわーってなっちゃって、うん、で、なんか裏連れてかれて事務所に。で、うん、ちょっと待ってなさいって言われて、待ってなさい、待ってて、うんうん、で、クビになった。もしかしてノアちゃんそのメイクでキャバクラやってたの？そう。こんなキャバクラ嬢いるの？バンギャバンギャみたいなメイク、こんなので、え、していいの？こんな言われない？ギャル枠なんか埃舞ってない？これ舞ってる？空気清浄動いてるよね。うん、首はひどいよね。でも障害だって分かってて言ってんの、雇ったんでしょ。だってひどいね、それ不当解雇だね。あ、キャリーさんありがとう。どんつき。ティッシュいい、ちょっと。なんかすごい、なんか鼻がムズムズするな、この部屋。あ、進行だ、ありがとう。これゴミ箱？ゴミ箱。オナニーしたでしょ？オナニーしてない。してない？うん。爪あるからできない。あ、そっか。どうすんのじゃ、電話？電話もやんない。どうすんの？どうやってオナニーするのじゃ。自分でしない。じゃしてもらわないと。だってこの間まで彼女いたんだもん。ああ、いつまでいたの？つい最近。なんで別れたの？振られた。振られるよこんな汚い。やだって。うん、浮気したんじゃないの？浮気してない。してない？してない。何年付き合ったのそれ？2年ぐらい。2年。
もうパンパン今じゃあ溜まってるってことは今エッチしたいの？エッチしたくない別に。したくない？あ、性欲ないのそんなに。うん。あ、ナイスありがとうございます。ナイスボタンお願いしますね皆さん。あと巻物もください、ね。